皆さんこんにちは農学エトセトラ2023年5月の配信になります皆さんいかがお過ごしでしょうか高い果実ですこのプログラムですけれども農学への興味を持たれている方により農学へ親しむきっかけを感じていただければという目的で始まりましたこれまで興味のなかった方でもですねこの番組を聞いて ちょっと引っかかるものがあればぜひ何か調べていただくなり講演に行っていただくなりそういうふうなきっかけになれば嬉しいなというふうに思っておりますよろしくお願いいたします今回も、えー、ということで農学士の松山貴之さんに今日も来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします気づけばもう5月ということで、はい、2023年も早いなというふうに思っておりますけれども、ね、あっという間というかあっという間ですよね <laughs> まあ5月になってくるとまあ新生活始まった方も多いと思いますしちょっとまた門出の季節みたいなところもあってまたそれが5月病なんかいうのもあってですねちょっとまた大変かと思うんですけれども新たに趣味を作りたい何か見てみたいという方にぜひですね能楽の,の面白さを知っていただければというふうに思っております、はい。 5月もですね梅若会では停止機能が行われましてそのお話を中心に魅力をお伝えしていければなというふうに思っております今回の公演ですけれども5月21日に日曜日開催されます能が2番かかりまして「柿きという曲と「かげきよ」という曲ですねこの2つについて中心的にお話を伺っていきたいと思うんですけれども この2番「5月にかかる」というなんかこう組み合わせとしては柿ツバタなんかは結構春の春っていうかまあ5月6月、まあ、そういった辺たりに咲く花かなというふうに思っているんですけれどもまああやめみたいな感じですよねあやめ科の植物になりますけれども、はいはい、この2つ。 の組み合わせみたいなところ松山さんどういうふうに感じていらっしゃいますかねそうですねこの5月の公演まあ柿つばたは今お話ありましたように季節の花ということでぴったりということもありますでまた、えー、もう一番の過激を、はいえー 女性的な柿つばたと男性的な過激王が、うんえー、見事に相まった一日ということになりますまた三番目ものの柿つばた過激、はいえー、王は修羅者の中で、うんえー、親子の情愛というものも含まれた、はい、とてもふくよかな二、えー、曲がこの日は立っているなということですねはいありがとうございます えっとまあ、この2つですけれども最初にちょっと柿ツバタのお話からお伺いできればなというふうに思うんですけれども、はいえっと、こちらはですね、えっと、柿ツバタっていうふうに聞くとあの、まあ、中学校とかそういったところでも日本のこう古文の授業とかで習うんですけれども、はいうん、柿ツバタという、まあ、それぞれの文字が頭文字となって、まあ、和歌を構成するっていう、はい、まあおりくですかね。はい、あのこちらを まあ、連想させつつ、はい、実際にそのオリクが登場するというのがこの曲になってくるんですけれども、はい、これ有は「有原の成平」まあ「ね、伊勢物語」がかなり登場してくるという曲ですよね、うんはいえー。伊勢物語を中心に作りながら、はい、その中でその「柿翼」「コロもきつつなれにしつましあれば、はい、はるばるきぬ,ぬる旅をしぞ思うと」と、うんえー、この柿た「柿翼」 にになぞられたた和歌を読まれたことによって中世の考え方で解釈の仕方なんですが有原の成平が和歌の下部の菩薩になったという解釈がありましてその菩薩の読み上げた歌にこの植物柿タが関連しているすると「右上非常」という仏教観念の中で心のないとされる草木も 成仏に至ることができたというその感謝に述べていく。まあ、ええー、法もそうですし、仏法のあり方さということを伝えながらも。はい、偽物語というのは、まあ、当時からとても人気のあった物語で。はいえー、思いを馳せるには持ってこいの作品ということになっています。えっ、ー、と、まあ、このお話ではですね、うん、えっと、まあ。旅をする僧が登場してきて、はい、まあ、そこで、えっ、ー、と。 柿つばたをこう見てめでていたところに一人の女性が現れると、うん、で実はまあその女性っていうのは柿椿の精霊でということがまあ後で後して似合うところで分かるということになってくるんですけれども、はい、まあその時にですね旅をする層にまあどんな姿になってど,どんな形でその層に表現として伝えていくんでしょうか、はい そうですね。えー、まずは一人の相が立た、はいえー、んでお花をめでているという場面になります。その時には相、えー、が一人ごとであらう美しの花きつばたやなというような言葉をかけて、はい、でその見とれているいわゆる舞台上で相が焦点を一つの花にぐっと当てた時に、はい、後ろの方から 通常の、えーはい、女性の姿として空折りの着流し姿というものがあるんですが、うん、その姿で、えー、現れてくる一人の女性がいます。はい、でその女性が、えー、しばらく伊勢物語にゆかりのあるお話をそうと重ねていくんですが、はいえー、自分の伊りに招き入れ、はい、するとその伊勢物語に関連のある形見の衣装を身にまとって、うん、再び登場してくると。はい、そのような形で、うんその 後の登場の後というか後半の登場の姿がチラシに出ている、はい「男姿の冠、はい、そして「腰には真の太刀」という太刀を「吐、えー、く」と言いますけれども腰にかけている、はい、で衣は舞の衣を身にまとっていてこちらはこの曲の中では女性の、えー、藤原の高い子のきさ、はい、子のきと呼んで歌っていますけれども、はい、女性の形見の衣装を身にまとった中身は 実は柿妻との草木のせいであるというようなことが明かされていきます。この。えっと装束がすごいこう。きらやかなや、ねはい、紫色ですよね。はい。はい、ええー、まあ、あの、チラシでは橋がかりで佇んでいる姿になるんですけれども。 これ実は私が数年前にさせていただいたときの写真が使われているんだと思うんですがあまりはよしあしはベスにしましてこの恋の舞という小脇がついているときの一場面になりまして恋の舞というときにはこの橋がかりに行って少し表現をします。この姿は 柿柿というのはあの勝負と違って、はい、水辺ではなくてあの、ま、土の上に本来は咲いている姿の植物ですねヤメと柿タといずれアヤメか柿タという言葉があるように似ている植物ですけれども、はい、その一輪の姿佇んでいる姿、はい、そのようなものを連想させるのがこの恋の前の時の橋がかりの一人佇んでいる姿であるかなと、ええ 思われまます、うんはい、凛ととした佇まいというかですかねここでは柿タ、まあ、という植物を連想してもいいですし、はいえー、実際にその斉平が高いこの木先への恋心吾妻、ねえー、下りの中での思いをはせているそういった追憶を表現しているのかもしれないですしお客様は、えー、いかようにでも解釈していただける。 ところでもありますけれども、うん、ゆったりとしたお囃子も。ここでは奏でられている場面になります。はいうん、このかきつばたでは、はい、あのー。この女性が一度、こう舞台から下がって。はい、こう、実際に。こう装束を変えて。はい、違う人間として、違う人間とか、違う存在として、また橋がかり、橋がかりからやってくるっていうような。そういう。あの、構成を取っていない,そういう、ね。そうですね。ええー、前半場面で。 幕に入ってまた再び出てくるという2場面ではなくて、はい、この作品では、えー、後見座という囃し、はい、方の後ろの鏡板の目の前ですねうん、うん、あちらでお客様が見ている中で丁寧に着替えをします。はいはい、でその際には歌いではなくてお囃子ごとで、えー、あしらいといいまして、はいえー、表現が穏やかな 空間無の空間でもないんですけれども、うん、静かに、えー、時が流れているような様子を作りつつんかこう「柿椿」っていう、まあ、そのおりくから、はい、おりくが登場するところからこう連綿とこう、うん、実際に精霊が登場して、まあ、実際「伊勢物語」に記されたまあ 恋の歌であったりだとか、まあ、艶やかなこう舞いへとつながっていくっていう、うん、なんか本当にすごいゆったりというか、はい、なんか本当にその物語であったりだとかそ,う、ね、あのその情,情景に引き込まれた状態を維持しながら僕たちも見れそうな感じがしていますそうですね,ですね桜なんかと違ってそのやはり柿そばだというのはじっとたたずんで、はいえー、咲き耐えているといいますか。 その、ねね、辛抱強さではないですけれど、うん、そのたたずまいが曲の中で穏やかさにつながっているのかなと思います、うんうん、やっぱこうやって見るとそのそのもともとのこの和歌っていう、まあえっと、一応有馬成平が発見されたと言われているこの「おりく」っていう形式ですかね、うん、それぞれの説の,の頭文字に。 柿つばたが織り込まれているっていう。うん、まあ、実際に柿そばを見て、えー、思いを馳せたっていうところから。この和歌が読まれたって言われてますけれども。すごい歌だなっていうふ <laughs> うに、んえー、こうやってまた読み返すと思いますね。はい。はい。ちょっとこの柿、柿つばたもですね。ぜひ皆さん楽しみに、えー、していただければというふうに思っております。はい、で、今回もう一番、えー、過激用というのもかかってきますね。はい。 でこちらはまたちょっともう全然性格の違う、えー、また番組だと思うんですけれども、うんはい、あのまずまあ、チラシを見て思うところがですね、まあ、この写真ですね。はい。これはあの実際にこの過激用がはい。こう紙片を囲まれるようにしてはい。いおりの姿の景色ですね、はい。こちらに捕まりながら何かをこう。うん 述べているような、まあ、そういう写真なんですけれども、はいはい、これはあの実際にこの歌劇用今回は「弔問のあしらい」というふうな、はい、小書き、まあ、はい、がついていますけれども、うん、こちらとも関わってくるものになるんでしょうかそうですねあの小書き自体は、えー、あるなしにかかわらず、はい、このチラシに写っている「まあ、わらや」と我々が呼んでいる歌劇用の、はい えー、邸宅といいますか、えーえー、陰性しているいおりが、うんえー、通常の時から登場しますそのいおりの中で、えー、最初は布ぐるみになっていて、えーでえー、その布ぐるみの間は娘とその従者が、えー、鎌倉神奈川からですね、はいえー、日向の国熊本まで旅をしてくるというような景色になりで、えー、親子が再会するとこの布ぐるみが 降ろされていてはいという姿ですなんで柱に捕まっているかというとよく見ると過激男という人物は盲目の能面をかけてます、はいうん、はい。で、実はこれ原兵の河川で兵器が破れ兵器型についていた過激男という武将は源氏の世の中など見たくないと言って自分の目をうがったと言われるそれほど気性な荒い人、えー、はいはい、はい でえー、盲目なので、まあ、それに重ねて柱にすがっているような、うん、え様子の一面ででもありますね、うん、チラシではなるほど,なるほどこの「過激王」という人間のその人物描写というかすごく気象の粗いというようなお話ありましたけれども、はい、これは脳、NO、の実際の番組を通じて、はい、えとそれを感じさせるお客さんに感じさせるような場面っていうのは結構出てくるんですかねははい、あのーまあ、大きくは後半の 武将として戦っていた自分の、はいえー、武勇伝「ころびき」というものが語られていきますがこの「ころびき」では相手の兜の垂れといいますか、はい、後ろの襟首のところの兜をつかんで引きちぎってしまったというような腕力の強さが語られる。で実はそのまあ直接的な力自慢だけではなくて、はい、最初の親子の対面のところでは実は一度。 娘との対面を嫌う場面が出てきます、えーえー、その、えー、心の強さというのもやはり過激用の個性を表しているかなということですね一度決めたらというか頑固,頑固なところが強い表れになってる、えーはいるなるほど,なるほど今回この過激用ですけれども、はい、まあ実際に、えー、と彼自身が語ることに、うん プラスしてというか、まあ、それをこうより厚みを持たせるように自由体の語りの多さみたいなところが結構あるのかなというふうに思ったんですけれども、はいえっと、単純にその過激を自身が、うん、あのどんな、まあ、し障害というかですね、うん、まあどれだけの,あの、まあ、行いであったりだとか、まあ、武功を挙げたみたいな、うん、まあそういった説明以上に、うん、あの 実際にそこで何が起こっているかであったりだとか、うん、過激用の、まあ、心象描写みたいなところも。あの、かなり手厚く語ってる印象がありますよね。はい、なんか、そのの、それによる、なんか。効果って言ったら、あれなんですけれども、うん。そういったところで、松山さんて、的には、どういうふうに感じていらっしゃいますか。そうですね。あの、前半場面は、親子の対面に向けた、集中しているい、一、はい、場面。はい、で、ここでは。うんえー やはりセリフ劇としててのの場面がすすごく続きます<ー>なのでなまセリフ劇っていうのは、はい、脳でも心情がすすごく現れます、はいえー、嫌なものは嫌とか、はいえー、悲しいものは悲しいとかっていうのが音曲を絡めない中で作られていくで特に今回、えー、番組見ていただくと角藤優子先生角藤直隆さん、はい、角藤美織ちゃんと、えー、ん実はこれ3世代おじいちゃんお父さんお嬢さん の番組になってます、えーはい、なのでお嬢,ちゃんとお,とお嬢ちゃんとおじいちゃんの対面というすごい肉親同士の直接的な対面が現れます、はいはい、ここでど,どこまで、まあ、芝居として出してしまうと能が難しくもありつつもやはり逆にその心の強さというのがにじみ出てくると。 面白みがすごく増す台湾の場面最下位の場面になるかなと、えー、すごい僕今期待に満ちてるんですけれどもで、ねはい、でそれらの個性的な個の人物たちの表現が終えた後の後半ではしころ引きへと続く武勇伝に語られていきますがここはもう渋滞に委ねられていき、うんはい、渋滞と林ですね。はい、でその盛りり上がりを 過激は盲目ですので舞い回ることはででできません、うん、ですのでほぼほぼ舞台の中央で佇たずむような景色になりながら、えー、多少の動きを表しつつ、うん、我慢強く力強い心の中に込めた思いで、うん、にじみ出る強さを表現していくそれらが舞台の中で歌いも林もしての動きたいけど動けないというそういう。うん 凝縮した色の濃くなっていくところが面白みのの中心になるのかなるかと最後にはそれらをこう解きほぐすように別れの場面になんか今聞いてて思ったんですけれども、うん、なんかその今回の今おっしゃったように「過激用という番組では本当三3世代のはい、はい、あの。 血もつながった三代みたいなところが登場してくると思っていて、うん、でそれで多分結構いろんな場面であるような気がするんですよね、うん、その松山さんもあの実際に娘さんと共演されることもあるし、はいうん、まあ結構その役者としての個性みたいなところが、うん、ま色濃くまあ、色濃くかどうかわかんないんですけれども、はい、その番組を作り上げる一つの大事な要素になってくるみたいなこと、はい。 もううあ,ありえるかなと思うんですけど能、うん、楽におけるその演者の個性みたいなものってどう僕ら受け取ればいいんですかねなんか歌舞伎とかだとやっぱりその、はいね、市川團十郎とかあの <laughs> 成田やみたいな感じで、うん、その役者が結構その重要な、うん、そこの人が演じてるからこの,この人のお箱みたいな,、うん、なんかそういう役者、えっと 演目と役者がすごいい結びついてる演目役者の個性みたいなところが結びついてると思うんですけど、はいうん、能楽もなんかそ,そういう側面がちょっとあったりするもんなんですかねえっとですね、はい、えー、僕は逆にそこは能楽はすごく、はいえー、幅が広いと思います。えー、というのもその能は、えー、男性も演じれば女性も演じますし、えー、若い者も,も老いた者も,のも、うん、全てを演じ分けていくというのが、えー 一人に求められているものであって、はい、でこの人だからまあこれが似合うというのはありますけれどもこの人だからこれをやっちゃダメということはないそうすると、えー、どういうふうに考えるかというとこの作品はどういうふうに演じたいかということになってきます過激王だったら過激王という作品に対してのイメージを、はい、みんなで共有していく、はい、その中で、えー、今回は同じご家族の中で 演じるる機会があるだけれどもこれがキャストが変わってもやははりり目指すす劇劇業業同じ歌劇業になりま変な話僕が、えー、自分の娘とかと演じる時と、はいえー、まず先輩のお子様とか、えー、血のつながりの実際にはない人と一緒に演じる時っていうのは、はい、あのやりやすさはそれぞれ特性がありますね。えーはい、身内だと 一緒に稽古している時間がいっぱい作れるので子供でもすごく狙った表現があざといかもしれないですけど作り上げられたりします。はい、で、えー、血のつながりがなければ稽古をする機会が少ないので、はい、まあそれこそ直感でその場でどれだけ対話を作り上げていけるかっていうことの方が大事になってきたり、はい。 目指すその人の像みたいなものが、うん、まあ同じであるからこそまあなんかこう同じであるんだけれども、うん、そこで生まれてしまう偶然性みたいなところそうです、ね、あの、はい、今よく言われるインクルージョンですか、はいはい、受け入れるということがすごく大事で、うん、その受け入れができるようになってくるとなんて言うんだろうやっぱりまろやかに舞台を受け流していけるようになるので。 お客さん的にもその連続性を感じられるようになっ画面,、ね、面がなんかこうみんなで作り上げていくものなので 1>,、うん、1対1の関係じゃないっていうのもあると思うんですけど、はい、みんなで作り上げていくものだからなんかその偶然性みたいなのが起こった時にも、うん、その場が成り立っていくようにこう緩やかにみんなで舵を切っていくみたいな,、うん、なんかその公演ごとのそれが個性にもなりますしなんか。 また別の味が出てきそうですねでも今こういうお話を聞けてなんかその歌劇用の, <うん S 2> あの実際にあらすじをご覧になってる方とかこれ聞いて頂い,いてる中でたくさんいると思うんですけれどもまあやっぱりまあ実際に見て頂い,いてあの今回のまあこの歌劇用を作り上げている人の組み合わせが今回 この5月21日にしか見られないうん,、うん、なんかまた、うん、別の魅力みたいなところも実際に見ていただいて気づいていただければなというふうに思います。はいはい、今回もありがとうございますとうことで,です、ねえー、と今回も5月21日に開催される梅若会停止機能のお話をお伺いしました改めてです、ね、今回の講演のご案内をさせていただきます。 何度も日付を言ってしまって恐縮なんですけれども5月21日日曜日です午後1時開演正午に開場します梅若農学学院会館で行われます梅若会定式の皆さんぜひお越しください今回は5月の講演についていろいろお話を松山隆之さんにお伺いしましたありがとうございますありがとうございましたそれでは、えー、皆さんぜひお越しください 今回も農学エイトセトラこの辺でお別れになりますそれではまた来月お会いしましょう